はい、皆さんこんばんは。本日からスタートいたします。この番組、勝手ながらですけども、地域情報番組もどき賞味期限という番組を、今晩からスタートしていきたいと思っております。進行は私、沖縄発酵食品豆腐用がお送りしていきたいと思っております。この番組は、地域情報番組っていうカテゴリーでやらせていただくんですけども、私自身が気になってるお店とか、商品であったりとかコンテンツであったりっていうものを私目線で、ちょっと調べて発信していければなと思っております。もともと私自身がイベンターというか企画屋さんでいろんな企画の方を10年やらせていただいてるんですけども、現在進行形で、少しながらでもちょっとかじってるというか参加させてもらってるんですけども、その新しいイベントであったりとか、今既存で参加させていただいてるイベントの情報とかも、発信していけたらなと思っております。この番組を始めるきっかけとしても、今私自身が関わっている企画をちょっと発信できればなと思い、縁があり、FM ギノワンさんでスタートすることになりました。ありがとうございます。ちなみに本日12月1日なんですが、日曜日には那覇マラソンがあるんですけども、今そちらの方の、設営というか、準備の方、参加させていただいておるんですが、朝早くから夜遅くまで、せっせと設営してるっていう感じなんですけども、楽しくやっております。そんな感じで、今作ってる企画の裏方なんかもちょっとお話しできればなと思っております。楽しく20何分30分近く、私一人でなんだかんだと喋っていくんで、音楽も流せればなと思ってますが、今回は第1回なので、ちょっと私の自己紹介を兼ねながらちょっとダラダラと喋っていきたいと思いますが、お付き合いください。で、まず、今回那覇マラソンなんですが、参加人数も結構多いみたいで、設営物として今いろいろと柵を作ったりとか、ゴールを作ったりとかしておりますが、スタッフも裏方さん、ボランティアさんも相当の数参加しておりまして、こんだけの方々が集まって盛り上げていくんだなっていうのを、肌で実感してるんですけども、なかなか準備中にも、ランナーの方が練習で走ってる姿を見るとすごいなと思いながらも、感動しております。さておき、他にもちょっと今まで関わってきたイベントのこともちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、沖縄に帰ってきて、一番最初にやらせていただいたのが、関わったというよりもちょっと制作の方で少しだけですけど参加させていただいたのが、沖縄美少女図鑑という雑誌がありまして、その時の表紙を飾ったのが二階堂ふみさん、女優で今すごい有名になってますが、当時はまだ学生さんで可愛い女の子でした。今も可愛いんですけども、その時もですね、結構雑誌の、私の方はちょっと撮影の方ではないんですけども、制作的なものでちょっとだけ書き出していただいたっていう感じなんですが、沖縄の子たちって自分も沖縄の人間なんですけども、県外から見るとやはりオリエンタルというか神秘的な子たちも多くて、なかなか魅力のある子たちが多く、その後に数年後に、私の方でプロデュースして、雑誌の方に女の子を入ってもらって、撮影したっていう雑誌もあるんですけども、やはり県外の方々から見てると
やはりなんか面白いというか、なんか雰囲気のある子たちが多いなと今でも思っております。まあこんな感じで今日はいろんな情報というか過去の話も踏まえて、時系列的におかしくなるかもしれないんですけども、ぶっ飛びながらやっていきたいと思っております。さあ今 BGM の方も切れて、ここから完全にフリートークだけのお時間になってしまったんですが、さあ問題はですね、私が最後まで持つかっていうのもあるんですけども、まあ楽しく、まあ第一回ちょっと緊張しながらやっちゃってるんで何とも言えないところも多々あるんですが、でまあ実際のところ、まあ現状の企画に関しても、まあ漫画であったりというかアニメの関連の仕事もちょっとちょこちょこ入ってきたりとかですね、で以前はちょっと VR の、お化け屋敷の方をリアルに人のっていうか、まあ普通 CG 使うのが多いんですけども、私自身が、監督というか脚本を書かせていただいてやった制作したっていうのが2本ほどありまして、その前にちょっとリアルにお化け屋敷っていうのも、1本作ったっていうこともあるんですが、まあその時はカレナの方の、ネーブルカレナさんの方でやらせていただいたんですが、その時もですね1ヶ月ぐらいですかねやらせていただいて、実際のところ1万人超えたっていうのも実績で持ってはいるんですけども、まあその時も結構リアルにいろんな仕掛けを作りながら楽しませていただいたんですけども、まあ今回は本来はお化け屋敷を作ろうと思ったんですけども、クライアントさんからのちょっとお願い事っていう形で、コロナがちょうど発生した時期だったので、それで、結構リアルに、コロナの感染にならないような形でできればなと思って制作してました。まあ当時も結構、試行錯誤というかどういうふうにやれば、人と人との感染というか接触をさせないようにするためにはどうするかということで考え出したのが VR お化け屋敷で、椅子に座った状態で、お化けが向こうの方から近づいてくるっていう形でシステムを作ったんですけども、まあまあ結果的には個人的に面白いものが出来上がったのではないかと思い、それから続編作りながらもやっておりますが、まあ慣れてしまって怖くないっていうのが本人の意見なんですが、周りの反応は良くて、特に海外の方々が結構リアクションが大きくて面白くやっておりました。今新しいやつを今制作中で、まあ来年あたりぐらいには発表できればなと思っております。まあそういう形で、エンターテインメントの方もいろいろと仕掛け作りながらやっていこうと思い、試行錯誤をしながらも準備してるっていう形でございます。まあそれ以外にもですね、先ほどちょっと触れたんですけど、アニメ関係の、アニフェスだったりとかもちょっと考えておりまして、それの方の発信もできればなと思って今準備しております。これも、年明けてから発表できればなと思って今準備しております。で2年ぐらい前まではちょっと e スポーツという、業界の方にもちょっと参加させていただいて、大会であったりとか運営の方もやらせていただいて、コロナ時期には中学校とか、小学校の方を訪問させていただいて、講義させていただいたりとかもいろいろやっております。先々月も、某、行政の中央公民館さんの方で、講義をさせていただいて、子どもたちというか、まあ、親子連れの方々にちょっと感動してもらうために仕掛けを作ったりとかしておりました。実際、評判は良かったみたいで、いろいろとまたオファーは来とるところではあります。で、まあ、考えているのが、e スポーツとアニメとその辺の絡みの仕事というか大会というか企画の方もできればなと思い、次年度あたりぐらいからできればと思って今準備しているところでもございます。まあネタは結構あるんですけども、
他のイベントを仕掛けながらということなので、ちょっと時間かかっているところも多々にありますが、それでもなんか面白くできればと思い、やらせていただいております。実際今一人で、収録させていただいて、いろいろとパソコンを触りながらノイズが発生したりとか、アラームが鳴ってしまったりとかもやってしまってるんですけども、今日第1回目ということで、ちょっと緊張しまくり状態で、やってるので、その辺は申し訳ないんですけども、軽く流してもらえれば幸いでございます。いろんなことも今から仕掛けていきながらなんですが、第1回ということで、今回はちょっと軽く自己紹介という形を時間いっぱいまでさせていただければなと思ってやっております。で、ちなみになんですけども、オープニングの方からちょっと5分程度流れてた曲に関しても、フリー素材を使わせていただいて、ちょっと音楽の方、音源の方を作らせていただいたという経緯でございます。なんでしょうね。いつも、前もちょっとラジオをやらせていただいてたんですけども、その時ちょっと声質も変わっちゃったのと、アシスタントがいたのとか、ゲストさんが結構いらっしゃったので、その辺の駆け引きでやらせていただいてたんですけども、今回は初めて 一人で、30分喋るということなので、かなり緊張しております。原稿の方も結構準備したんですけども、それ通りいかなく、なんとなくなんかふわふわって感じでなってしまってるのも、ちょっとなんて言うんですかね、ちょっとショックでございますけども、個人的には、慣れるまでちょっとお時間いただきながらと思ってはいるんですけども、今はちょっと今緊張しながらも楽しくやらせていただいております。滑舌もかなり悪くなってきております。本題もうちょっとちゃんと喋れるんですけどね。なんだろう。喋る気もないんですけども、ただ経験でこういうこともありましたよ、こういうイベントもありましたよ、これからこういうのも始まりますよっていうのも、詰め込んでいきたいと思ってはいるんですが、今のところ、ちょっと薄いですね、今日の番組の内容的には。でも、なんて言えばいいんですかね。縁があって、今回、宜野湾さんの方で、取り上げてもらって配信させていただいてますけども、このスタジオも結構景色がかなり良くてですね、海が見えていいんですけども、私が今、収録してるスタジオもですね、レコーディングスタジオになるんですけども、外の景色はかなりよく、海が見えて夕日が見えてっていうところなんですけども、結構有名なアーティストさんたちも、こっちでレコーディングしたりとかしてる場所なんですけどね、おいおいその方々にも、お願いしてゲストで出てもらおうかなと思ってはいるんですけども、今回は、何のオファーもしてもらえませんので、簡単に私が淡々と喋ってしまってるっていう体でございます。なんだかんだでやっと半分ぐらいまで来たかなって感じなんですけど、時間的にも。ただですね、今まで一人でやったことがないっていうのもさっき言いましたけど、喋れるかなっていうのが本音です。だいたいいつも曲入れて尺稼いでっていうのもあるんですけど、今回に関しては自己紹介なので、長々と一人話をしている状況でございます。沖縄に帰ってきてって言ってましたけども、全国、縁がありまして、呼ばれましてお仕事をさせていただいてました。で、その時にもイベントだったりとか企画の方とか、東京の方の、百貨店さんの方で沖縄フェスの方をプロデュースさせていただいたりとか、あとは北海道の方行きまして、沖縄旅行の、イベント打ってアーティストさん連れてって、あそこの方でライブをやりながら、旅行の商品を販売するっていうこともやっておりました。その時も結構、お客様、来場者というか、来ていただき、かなり盛大にやらせていただいてました。あの時と今回に関しては、今の時期に関してはちょっと内容というか、やり方もちょっと変わってきてはいるんですけども、新しいやつもちょっと考えながら
発信をしていくということで、今、本当にさっきも言いましたけど、かなり準備はしております。まあ、発信できるのが年明けての3月かなと思ってはいるんですけども、まあ、いろいろと今、やりたいことがたくさんできまして、お芝居だったりとか、お芝居の脚本だったりとか、イベント、企画、コンサート、アニメ、さっき言いました e スポーツ、そういうのも全部、やりたいんですけども、まあ一人でやってるので結構限界はありますが、まあまあいろいろとオファーというかオーダーがあれば、それに沿って私なりに企画を考えて入れていこうと思っております。まあ実際、行政のお祭りとかも一応脚本とかキャスティングとかもやらせていただいてました。で、今、離島の方も結構行かせていただいてまして、離島の方での、お祭りだったりとか、演出だったりとかも考えております。まあ、やらせていただいた離島の方でも、お呼びというか、お声かけさせていただきまして、一応、今年、訪問させていただきました。まあ、今回は、ロケ班というか、現場の下見ということで、形にはならなかったんですけども、来年に向けて準備しているところでございます。まあ、現状、今回番組も第1回目なんですけども、すべてが、手探りで、すべてがこれからということになりますけども、でも、結構、いろいろと準備はしているので、大きくは発信できるかなと思っております。ただまあ、いろいろと詰めるところも詰めてるので、何とも言えないところも多々ありますけども、第1回目の放送と、来年に向けたのいろんな企画の発表というものも全部一つにまとめながらもコーナーみたいな形で、作り込んで発表できればなと思っております。面白くできるかなと思いながらもやっておりますが、まあ今日ちょっと本当にマジで緊張してて、久しぶりにこんだけ喋っちゃうので、かなり、何をどう詰めようかということを事前に結構考えてまとめてた割にはグダグダになっているところも多々にあります。まあね、ここまでこんなに噛んだりとか滑舌が悪くなっているかって思うとびっくりしちゃって、結構編集とかしてもこれはまあ私なので直しようがなく、まあちなみに賞味期限というのことも番組名なんですが、まあ賞味期限ギリギリでもなんか美味しいものが作れればなとか、いただいてもらえればなっていう意味合いで、こういうなんだかふざけた番組名にはなっておりますが、私自身も、今回はこの番組の中では、豆腐用という名前で頑張っていこうと思っております。遅くなりましたけども、賞味期限情報番組もどきの、賞味期限という番組と、私、豆腐を優しく見守ってくれればなと思っております。まあまあ、だんだんコーナーとかできて、いろいろともっとたくさんの情報が発信できるようになれば、もう少しはまともな番組になるかと思っておりますが、今の現状としてはまあこれが限界なっていうのがあります。本来であれば、ここでいろんな曲かけたりとか、もっと細かいいろんな番組の中での、何ていうんですか、コーナー、先ほどコーナーというか、情報の方の発信ができれば面白いかなと思ってるんですけども、どうも今回に関してはかなり私自身、ウェイトを固く持ってきたつもりでも、これが限界なんですよね。面白いぐらいに。まあまあ、最後的にも、うまくやれればなと思ってますけども、この時間帯でこんな話をグダグダと同じことをずっと喋るのもどうかと思うんですけども、ただまあ第1回、年の瀬というか年末に始めさせていただいて、来年の1月からいろんな情報のコーナーができ、3月ぐらいからはいろんな発信ができればと思い、この番組をスタートさせております。まあ、視聴者参加型では今のところはないんですけども、ある程度参加していただけるようなコーナーができたりとか、視聴者の皆さんにプレゼントができるような、そんな面白いものが準備できればなと思っておりますが、今現状としては何もないでございます。まあ楽しくやっていきたいと思ってはいるんですが、なんだかんだで、こんなに喋ってます。まあ多分もしかしたら
来週もこんな感じになっちゃうのかなと思うんですけども、一応目標としては、気になるお店があるので、そこにちょっとYouTube みたいな感じで、訪問しながら収録させていただければなと思って、今、交渉中でございます。まあ、今回に関しては、ちょっと自己紹介をこんなぐだぐだと長々とやらせていただいている状況でございますが、まあ、新しく始まった番組なので、滑舌の悪い、こんなおっちゃんの声を、聞いていただければなと、さようでございます。さて、お時間もお時間になってきましたけども、まあ、よくこんな曲喋ったなと思いますけど、面白いものを作るっていうのは結構体力もいりますし、発想力も必要だと思いますが、まず僕の感覚的には、まずは面白いものを見に行き、美味しいものを食べる、いろんなものをちょっと肌で感じながら、それを自分なりに消化させて、新しいものに組み込んでいくっていう形でできればなと思っております。まあ、まずはいろんなものをいろんな形でできればなと思っているのが本音ですので、まあ皆さんも申し訳ないですが、まあなんとなく聞いていただければなと思っております。まず、まあまあ今回は第1回の放送なので申し訳ないですが、こんな感じでございますが、ぜひとも、来週以降もまた楽しく見ていただければなと思っております。あ、聞いていただければと思っております。まあ、第1回放送としては、かみかみ、滑舌も悪く、情報もばらつきながらも、って感じでやらせていただきましたが、まあ、第1回目の番組なので、申し訳ないです。これが私の限界でございます。さあ、時間もそろそろ迫ってきましたけども、まず第1回目の放送、まず自己紹介です。で、第2回目ぐらいから、もう少し番組的っぽくできればなと思っておりますので、ぜひ、末永く聞いていただければなと思ってますので、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと音割れ的なものとか、全体の構成がいまいちちょっとよろしくないというのもありますけども、まあ、それはそれで、味なものかなと思っていただければ幸いでございます。さあ、もう夜も遅く、まあ、週末です。皆さんもお出かけして、まあ、家族であったり、大切な方と一緒の時間を過ごしているか、もしくは一人でラジオを聴いているかもしれませんが、まあ、今回はこんな感じです。来週からもっとテンポよく、もっと面白く、もっと気軽に聞けるような感じで、やっていきたいと思っております。まあ、まさに番組のタイトルの通り、賞味期限ギリギリみたいな感じで なっちゃいましたけど、でもまあ、こんな感じですよ、所詮。でもまあまあまあ、面白く聞いていただければなと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。さあ、お時間もあと何分かになってきましたけど、ぜひぜひ面白くやってこれたかなと思って、なんか情報もばらついてますけども、面白く僕はやったつもりでございますが、さあ、どうなんでしょうね、これね。どうなんだろう、マジで。聞いてて面白いのかなと思いながらも やっておりましたが。さあ、お時間的にも、まあ、さっきも言いましたが、やっとこさ、終わりの時間に近づいて、エンディングに近づいてきました。まあ、今回の放送をきっかけに皆さんに、ファンになっていただければなと思っておりますが、まあ、全然そこまでもいけないと思っております。新しいものを作るには勇気がいると思ってます。ちょっとビビってます。でも今回初めて一人で番組っていうことをやっております。今までは、喋る側ではなく裏方で、ああでもない、こうでもないと演出をしておりましたが、今回は初めて表に自分で一人で立って喋ってしまっているので、かなり緊張しておりますが、やっとお時間的にも持ちこたえきれたのかなと思いながらも作り込んでおります。さあ、来週からどうしようかな。今オファーかけてるところ実はあるので、取材に行って、これから決めていきたいと思います。では皆さん、良い週末をお過ごしください。僕も頑張ってみます。来週からも耐えられるか分かんないんですけど、まあ、
本当に気軽に気長に聞いていただければなと思ってます。いろんな方々からもいろんなこと言われるかもしれませんけど、今の私がこれが限界です。楽しんでいただければよかったと思います。まあ本当第一回なんですよ。本当に裏方でずっと30年やってきてる人間が初めて表出てくるのも結構勇気います。では皆さん、また来週。